どうも皆さんこんにちは、キヨキヨです。はい、タウンホールレベル5、そしてキヨキヨのサブアカキョみたいな感じでございますけれども、この度ですね、私もですね、やっぱこうタウンホール10が防衛施設完走いたしまして、まあこれからまあタウンホール10の全開とかね、まあいろいろ楽しいこと豊富にありますけれども、初心を忘れるべからずということでですね、まあちょっとねタウンホール7、8ぐらいにしようかなと思っております。これ結構昔からあった私のサブアカなんですけれども、改名いたしましてですね、キヨキヨのサブアカ、キヨキヨのサブアカひょということで、この村見たいですか、見たいですか、そうですか、じゃあ見せましょう。ディリー、あのですね壁を作る気にならないんですよね。あのもともとね、このサブアカはその例えばこう、まあ、ちょっとこうメール送る用だったりとか、あとはその何でしょうかね、ちょ人数調整とかメール送る用とかいうものだったんですよ。しかしね、まあ、こういう風になってしまったので、まだここ一切開いてません。防衛設備とかね、32ってなってますけど一切開いてません。めんどくさいんですよ。でもしね、例えばこうタウンホール7、タウンホール8とかの動画を作っていくのであれば、ね、もちろん壁も作って施設も作ってという形になるとは思うんですけれども、どうですかね、作った方がいいですかねっていうのは置いておいて、私タウンホール8までは壁を一切作らないかなと思います。はい、タウンホール8になってから作ろうかなと。あ、7かな、7ですね、7ですね、今5なんで6までは、壁を作らず行こうかなと思ってます。ということでですね、これからキヨキヨのサブアカフィの方で、もう動画をですね出していけたらなと思いますので、ぜひとも皆さんよろしくお願いいたします。ということで、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。